皆さんさっきも言ったんですけど、今日は別に誰が主催者でもないです。ここに集まっている皆さんが主催者なんで、臨機応変にやりましょう。抗議の声叩きつけてやりましょう。今日森友学園を巡る決裁済みの公文書が具体的にどういう形で改ざんされたのか、これが明らかになりました。削除されていたのは、安倍首相夫人がいい土地ですねと語ったこと、あるいは森友学園の趣旨に痛く感涙したということ、あるいは籠池理事長っていう人が日本会議の大阪、ここに強く関わっていて、そしてその日本会議の議員懇談会の副会長が安倍晋三首相である、こういったことが書かれていたのにもかかわらず、全て削除されていました。改ざんは関連文書14件、数十箇所に及びそうです。麻生財務大臣は今日記者会見で、理財局の一部の職員が行ったことは事実だと言いましたが、自分たちの責任は全然問おうとしてないんですよ。理財局が、あるいは財務省が自分たちのためにこんなことやりますか。安倍さん言ってましたよ、去年の2月17日、私や妻が関係していたということになれば、これはまさに私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたいって言ったんですよ。これ僕は安倍さん辞めないといけないと思いますよ。財務省は内閣人事局で人事を握られて、安倍さんに迷惑がかかったら困る、だからやったんじゃないんですか。あるいは具体的に改ざんするような指示、それをほのめかすようなことがあったんじゃないですか。これは民主主義の根幹に関わる問題です。こんなこと絶対に許したらいけないんですよ。誰が国のトップであろうと、こんなことは許したらいけないんですよ。この社会の民主主義のために、あるいは未来のために、今今日ここで声を上げましょう。安倍さんは私たちの声聞いても、お前らこんな人たちの声なんて関係ないって、そうやってあの椅子に座り続けるかもしれません。だけれども、この社会作ってるのは私たちです。はっきりとノーだと、お前はやめろと突きつけてやりましょう。Oh!
Yeah.
Yeah!
Thank you.
今記者会館の方ですね、出入り口がすごい狭くなってるそうなので、それより首相官邸側にいる皆さん少しずつ前に詰めてもらっていいですか。少しずつ全員で前に詰めてもらって、お互いには気をつけてください。通路の確保、出入り口の確保よろしくお願いします。よろしくお願いします。具体的な策です。通路の確保よろしくお願いします。ご協力ありがとうございます。じゃあすいません、引き続きやっていきたいと思います。あとはやめろ、はい、さん許すな。
参加者ですけど結構暑いんで水分補給とかしっかりして最後まで抗議の声を聞けましょう。